木があって池があって何があるんだろうな、そこに。な、こんなもんかな。次は、先輩？なんで？もうかっこいいことしちゃって。ああ、探してくれてたんだよね。ありがとう。すみません、勝手なことを。私ね、帰らなきゃいけないって思ってた。私のせいでみんなに迷惑がかかるから。でも帰りたくなかった。谷川さんが気づかせてくれたの。帰りたくない理由はあの場所に行きたいからだけじゃなくて、そうじゃなくて。あの宇宙人でいいですか？は？え？私なんかでいいですか？はい。告白してもいいですか？ダメ。俺からします。好きです。ずっと好きでした。ずっと好きでした。きっと初めて会った時から。私は分からなかった。でも好きになってた。あの、なんつうか俺初めてだったから。その私は4回目よ。え？1回目はダムで、2回目は玄関で倒れた時、3回目は救助ポットに襲われた時。全部俺？私の中の治療用ナノマシンをカイト君に送り込むために。うまく合致してくれてよかった。嘘だろ。全然ロマンチックじゃない。それから。まだあるんですか？これで5回目。